YouTube 番組 TTF トントンチャンネル始まるよ。はい、というわけで今日も始まりました。 TCK でのトゥインクルレース期間中、私たち東京トゥインクルファンファーレが TCK の公式 YouTube チャンネルにて配信をお届けします。イエーイ。本日のメンバーはですね、 MC、好きな食べ物はピザです。レイチェルでお送りします。どういう展開？はい、そしてはい、好きな食べ物はたこ焼きです。トロンボーンの岡本千鳥です。聞いたことないんだけど初めて言ったはい、そして、好きな食べ物はカレーとラーメンです。トランペットのりっちゃんこと吉田梨沙です。イエーイ。今日は3人でお送りしていきます。ここね、最初に何か一言入れてくださいと言われたので、うん、ちょっと私が入れました、うん、たこ焼き好きなの？うん嘘つきそう今食べたいもの。今食べたいもの。あ、そういうことね。そうなんです、うん、はい、というわけで、この3人昨日も、出てたんですけれども、はい、昨日の配信皆さん見ていただけましたでしょうか、うん、昨日は、はい、大井競馬場大学でね、はい、古谷先生が来てくださったんですけど、どうでしたか皆さん？りちゃんどうだった？めちゃくちゃ楽しかったです。もうこの私の今の楽しさを知ってもらうには、うん、アーカイブで前回の昨日のをぜひ見てほしいです。そうだね。ちなみちゃんはどうでしたか？やっぱね、川柳がね難しかったそうですね。で、私は絶対りっちゃんにこうプレゼントを先生はあげるんだろうなと思ってたら、うんうんはいはい、まさかのレイチェルさんという、うん、ラッキー本当に面白い先生ですね。ユーモアある、はい、面白い。ぜひ皆さんアーカイブ見てください。それではですね、本日の企画を始める前に12日から開始されました Twitter キャンペーンのお知らせです。この開催期間中に毎日1文字ずつキーワードを発表します。見事キーワード5文字を揃えた方の中から5名の方に東京ダービー T シャツをプレゼントいたします。昨日、一昨日と発表したキーワードはぜひアーカイブで確認してください。今回プレゼントされるのは、はい、こちらですね。いきます。せーので。ずっと後ろに隠し持つから、イエイイエイとかがもうできないっていう。せーの、じゃじゃーん。東京ダビー T シャツ、今回はですね、紺色とグレーの2色ですね、うん、すごいね、シックでね、かっこかわいいみたいな。そうだね、うんうんうん、シックでシンプルで、うん、毎年ね、こういう T シャツをね、もらえるじゃないですか、うんうん、すごい活用している、うん、同じく、ね、そう、なんかね、この生地が普通の T シャツと違う、なんかスポーツ系のさらってしてるやつだよね、うん、メッシュっぽいっていうのかな。だからこう汗かいてもすごくさらっと着れるから、うん、お部屋の中でも、うん、もういくらでも着れるっていう感じ、うんうん、寝るときに私はすごい愛用してます。気持ちいいんだよね。いいですね、うん、そうそう、はい、ぜひ皆さん、応募してください、はい、応募の詳細につきましては Twitter のキャンペーンアカウント @TTFPC に応募要項がありますので、よく読んでから応募をしてください。たくさんの応募待ってます。さて、今日の1文字は何でしょう、うん、昨日と一昨日があの文字でしたね。あの文字でしたね、まだちょっと予想がつかないと思います、うん、今日のキーワードは番組の最後に発表しますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、というわけで本日の企画いきたいと思うんですけれども、はい、これね、すごい私たちもワクワクしてますね。本日の企画は、はい、TTF 歴代衣装紹介ということで、楽しみ。私たちの過去の衣装を振り返っていきたいと思います。惜しくも採用されなかった幻のデザインも見れるかもなので、ぜひ皆さんちょっと楽しみにこの後見てください。はい、では教室に移動したいと思うんですけれども、はい、どうやって移動しますか？
私ちょっとやりたいです。前回の見て、うん、あのジャンプして移動するやつをちょっとやりたいんですけど。やりましょう。いいですか、はい、お付き合いくださいますか、はいはい、普通にジャンプでいいですか、うん、じゃあレッツゴーでジャンプしたい。じゃあ掛け声もお願いします。いいですか、はい、それではいきます。レッツゴー。はい、というわけで無事教室にやってきました。嬉しそうですね。ありがとうございます。りっちゃん念願のジャンプで移動ちゃんとできたんじゃないかなと思います。というわけで、本日は私が先生を務めます。どうぞよろしくお願いします。で、りっちゃんとちなみちゃんが、まあ、生徒さんなんですけれども、はい、今日は新入生がいらしておりますね、うん、こんにちは。古谷武彦と申します。よろしくお願いします。いつも先生役、昨日もね、先生役で、古谷先生出ていただいたんですけれども、今日は生徒役ということで古谷くんとお呼びしてもよろしいでしょうか。当然でございます。先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。古谷くん、古谷くん、よろしくね、はい、よろしくよろしく。嬉しそうだな。はい、20年以上前の話ですからね。そうですね。いやー、すごい緊張しますよ。目上の方にこう何か教えるっていうのはね。頑張っていきたいと思います。はい、いや、もう何でも上から言ってください。僕 M ですから。あ、大丈夫です。あの、私結構暴力的なんで、なんか気に食わないことがあるとこれが飛んでいくかもしれないので気をつけてくださいね、皆さん。真面目学生にはすぐすぐプンっていくから。こんな感じで聞いてたらダメです。ダメですね。はい、というわけでですね、もう見てください、これ。おー、さっきオープニングでも話しましたけれども、はい、本日は TDF の歴代衣装を振り返りたいと思います。すごいですね。ありますよ、たくさん。帽子、懐かしい。懐かしいよね、うんうん、そうですね。今ここにあるのは2016年から今に至るまでの衣装でございます。じゃあまずは今私たちが着ているこちらの衣装を紹介していきたいと思うんですけれども、こちらの衣装は、2020年去年の春夏衣装で、今年も引き続きこちらを着用しております。これはね、結構ね、この歴代の衣装の中でもこれですって言われた時に私は結構衝撃を受けました。なぜならばこういう淡い色の衣装ってないんだよね、今まで。そう、今まではね、結構赤とか、そう、白、そう、白ベースにこう濃い色が入るみたいな ね、うん、感じだったんですけれども、水色がメインで来るとは思ってなかったよね。うんうんうん、さっき古谷君にも話していたんですけれども、私たちはこの衣装ですってあのバンって渡されるまで知らないんですよ。ドキドキ、ね、ドキドキだから。これ見た時どう思いましたか。いや、あ、この色かって思って。まず色にびっくりだよ、本当に、うん、そう、そうなんですよ。いいか悪いかよりもこの色かなんですか。本当ですね。いろいろ含んでるのかな。はい、ナースっぽいっていうか、そう、第一印象は、ね、そう、今まではなんかこう、そう、ファンファーレみたいなこうパキッとした色だったの、うん、割とこう優しい色味だから、うん、なんかね、ナース服っぽいイメージではあったね。うんうん、そう、なんかね、私たちだからこその何点がいろいろあるんですけど、うん、例えばこれだとワンピーススタイルじゃないですか。で、私たち楽器をそのファンファーレ吹くときにマイクつけてるんですけど、ワンピーススタイルだとマイクをつける場所がないんですよね、うんうんうん、なので実はここに穴が開いてるっていう、うん、そう、見えるね。そう、穴開けてここにベルトを通して、そのベルトにマイクをつけるっていうのなんですけど、うん、なんか基本他のさ、なんかワンピースっぽい感じでも多分ベルトがこうつけられるようになってたりとか、うん、そうなんですよね。あ、これ、そうだね、これもワンピースなんですけど、そうです、このベルトがついてて後ろにマイクがつけられるようになったりしています。うん、あ、な、懐かしい。懐かしいよね、うんうん、で、ちなみに、こちら2000、去年だから20年の秋冬衣装、はい、こちらなんですが、今年も秋冬はこの衣装になるそうです、うんうん、これについてはどうですか。え、なんかかっこいいよって感じしますね。これちょっとびっくりしたよね、うんうんうん、なぜならなんか黒
がこんなに生えてるのもあんまなかったよね、うん、どちらかというとさ、これも黒多いんですけど赤のイメージがすごい強かったんですよ、うんうんうん、でこれが白黒できたからすごいかっこいい衣装着たと思って、うん、結構衝撃でした。去年はこっちもこっちも結構衝撃的だったよね、うん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 、どうだろう、古谷くん的に、古谷くん的にいや、かっこいいですよ僕、あの、青が好きなんですよ。ああ、でも PCK って赤のイメージですよね。赤のイメージですよね。だから、確かに PCF だと赤のイメージはものすごくあるんですけど、うん、だから今のは確かにイメージがちょっと違うし、僕の中で の、 その好きな色に近いというか、ちょっと濃いですけどね、黒というか。だから、あの、一番端の帽子とか、あの時代は僕、そちらですね。これは、これはそれですね、はい、そうそうそう、これ最高です。最高、はい、最高いただきましたね。そうそう、あと今気づいたんですけど、はい、帽子のワッペンいろいろこう見てたらちゃんと馬入ったんですね。そうなんですよ、ちゃんとこっちの衣装の方のワッペンにも馬がいます。で、ちっちゃい刺繍でネクタイしてた時あったね、ありました。それ可愛いっすよね。ね、それも可愛い。ぐるぐる入ってるし、で僕ね、中学からネクタイだったんですよ。あ、ブレザー、ブレザー、うん、だから女子もネクタイしてたんで、はいはい、いいなと思って。ブレザー女子可愛いですよね。そうそうそう、中学生の頃思い出しますね。思い出しますね。本当かな。はい、というわけでですね、今紹介しました2020年のこの春夏、2021年の春夏、はい、そして2021年の秋冬、2020年の秋冬、この2着になったんですけれども、実は私たちも知らなかった幻のデザイン案があるということで、うん、それを今日は特別に皆さんに見てもらいたいと思います。これ結構レア、レアでしょ。まず2020年の春夏こちらです。じゃじゃん、ブリア君これが好きなんじゃないですか。そうっすね。濃いからそっちの方がいいっすよね。そうですね。これ今回はワンピーススタイルなんで、これワンピースですけど、うん、このね、分かれてる案もあったんですね。これってパンツ、左はパンツですか、スカートですか。パンツですね。割れてます。割れてます、割れてます。右がワンピース、うん、スタイルですね。2020年秋冬こちらでした。これもフリア君だいぶ好きなやつじゃないですか。濃い青です。あ、見えます。見えるけど、ちょっと結構大人、大人ですね、感じ。これと、まあ、これがあったわけですね。やっぱ白入ってる方がでもいいんじゃないですか、ね、明るくは見えますね。確かに、でも結構私個人的にこれとても好きですね。先生がそういうならね。というわけでですね、今日こんなに過去の衣装がありますので、うん、今から私たち3人のお気に入りの過去衣装に着替えて、紹介していきたいと思います。それでは全員着替えましょう。 お久しぶり。はい、お着替えが終わりました。久しぶりな感じがしますけれども、うん、タイムスリップした感じです ね。じゃあ早速私が着ているこの衣装から、ご紹介していきたいと思います。古谷くん、問題です、はい。私が今着ているこの衣装、何年の秋冬衣装でしょうか。急に来たら確か、一昨年だったような気がするんですよ。そのなんか理由というか、覚えがあるってことですか。そうですね、やっぱり僕はストーカーですから。あの2019じゃないかな、の厚ぼったいから秋冬。はい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 、正解です。さすが PKF のストーカー。本人たち公認のストーカー。ありがとうございます。名誉ストーカー。名誉ストーカー。これどうなんだろう、名誉なのかどうか。はい、というわけで2019年の秋冬衣装です。私はこれが一番好きなんですけれども、まずこの衣装の好きなところは、はい、生地がめちゃめちゃ気持ちいい。それね、良かった。軽いんですよね、すごく軽くて、うん、
でこうトランペットってこうやって構えるんですけど、まあ、トロンボーンもそうだよね、うん、こう構えた時にここのなんていうの引っ張られる感じが、うん、この衣装はあんまりないんですよ。生地がすごい柔らかいので、うん、とても着心地がいいっていうのと、うん、すっごいシンプルなんですよね、うん、他の衣装は結構なんだろう、こういうベルトがついてたりだとかこうチェーンがついていたりだとか、うん、ここチャックになってるんですけど、チャックで締めた後に自分でこれを引っ掛けるみたいな、うん、そういうのがこうある衣装が結構多いんですけど、これはそういうのが一切ないので、うん、ただボタンを留めるだけなのでめちゃめちゃ脱ぎ着が楽っていうのがね、うん、結構大事じゃない、大事、うん、とってもストレスフリーな衣装になってるんです、うん、どうですか古谷くん。まあ、でもシンプルだって言われたら確かにそうだ、まあ、だから今までとちょっとイメージも違うから覚えてるのかなって気がするんですけど、あ、うん、そう、この色も結構ねかっこいいですよね。かっこよくて私はすごくこの色も好きで、うん、で、この私がチョイスした2019年の秋冬の幻の衣装デザインなんだ、こちらです。おお、すごいシックな感じだったんですね、この年は、うん、これもめちゃめちゃ大人っぽいですけど、まあ、モノトーンな感じで出ております、2019年。どうですか、フリル？フリルみたいな、あ、そう、ここにフリルみたいなのがついてる、うん、かわいい。左だとなんか海上自衛隊っぽくなっちゃう。あー、確かに。まだ右の方がいいかもしれないですけど、うん、でも、あの、青好きとは言っても、はい、先生の方がいいです先生の方がいいですか。先生の着てる方がいいです。今からもちろんあるけど、そうですね、うん、私もこの中だったらこれが一番好きかもしれないですね。うんうんうん。で、絶対帽子はあるんですよね、どの班にもね、うん、あー、そっか、そう、うん、そうなんですよ。ちゃんとあの衣装が変わると帽子も変わるっていうのも結構ポイントかなと思います、ね、絶対帽子に羽はあるんですね、うん、そうですね、あります、うんうん、はい、というわけでじゃあ次行きましょう。この衣装は2018年の秋冬の衣装なんですけど、いや、私この衣装たち全部好きで、うん、めちゃめちゃ迷ったんですよ、うん、みんなそうだよ、うん、何かみんなそうだよ、はい悩んで悩んでこれにした理由としては、ここスカーフがね、うん、あるんですけど、うん、あの新選組のなんか土方さんとかこういう格好してるのってなんか分かりますかね、うん、こういうのよくしてる写真とかを見てるんですけど、やたらこの年あの千尋さんってトロンボーンの千尋さんがいるんですけど、千尋さんも土方さんが大好きで、やたら2人で写真撮ったなっていう思い出が、そう似てますよねみたいなっていう思い出があって、ちょっとこちらを選ばせてもらいました。で、これあの帽子がねあるんですけど、これこちらと比べると違いがあるんですけど、じゃあ古谷くん問題ですこちらとこちらの違いは何でしょう。純粋にでもワッペンは違いますね。あ、まあワッペンは違います。色も違いますね、結構いろんな違いがね色も違うでも、あ、そういうことか、わかった、わ、うん、かった、わかった。んじゃあ、でもここ何ですか。ここはちょっとフレア君に合わせてもらいたくて、あ、今ちょっとこれ、これ、こういう、こういうのじゃないこのは今動かして、あ、でもね、場所的にはめちゃくちゃ近いわ。え、それじゃなく、ちょっとこれを触ってもらったらいいんじゃないかな。あ、触ってもらいます。これを実際に触るとわかると思います。これじゃないんですか。共通点はね、そういうことさ、あ、これでいいや。これもあれと同じ部類です。で、これは残りの3つと同じ部類です。で、ここですね、うん、お、でも、はい、正解ですね。これを見せてやるじゃん。ここですよね。そうなんです。あの夏服、春夏の帽子はすべてここに。春夏と秋冬で違うんですか。ここにあるわけじゃないです。そのデザインによって。デザインによって。あ、失礼いたしました。確かに千円風の方がかっこいいです。そうなんですよ。ここにね、これがあるんですけど、こちらはない代わりに帽
腰を落とさないようにこういうチェーンが後ろについてるんですよね。でそれをかぶってこのチェーンを服の中に入れてっていう感じの帽子になってるんですよ実は、ね、うん、これは顎紐でここで固定できるんですけど、うそうか、これはこれで固定するんだ、はい、固定って知ってました、うん、あの普段はこうやってみっちゃんができるね、普段はいつもこういう感じで風が吹いた時にこう仮に落ちたとしてもこう飛んでいかないようにその後ろのレースのところに邪魔にならないようにいつもこうやってつけてます、うん、これはそれがないので落ちてもブラーンってなるようにチェーンがついてるっていう、豆知識でございました、以上でございます。はい、じゃあ私の一押しの歴代衣装はこちらになります。じゃん、どうですか、素敵です。今誘導させたような。さっきの、ね、前半で古谷くんがこのネクタイがいいねって言ってくださったので、うん、ちょっと私もねこの衣装お気に入りだったのでこれをちょっと着てみました、うん、その今までの衣装に比べるとまあそのネクタイがないパターンだったり、うん、まあ、またさっきのちなみちゃんみたいにスカーフだったりっていうパターンもあったんですけど、この時は珍しくネクタイ、だし、しかもこれはあのパチンってこう止めるだけなのでつけやすさもあったりとかして、すごくまあなんかデザイン的にもかっこいいみたいな、ちょっと締まる感じ、初めてのシャツだしね。あ、そう、シャツスタイルもなかった、まあ、まだね、こういうね、こういうスタイルノーカラーの感じだったけど、ちょっとこう、半袖の袖もちょっと長め、二の腕がこう、程よく隠れる。で多分それはデザイナーさんが、あの私たちの意見を組んでくれたみたいです。そう、今まではね、そう結構こういう感じでノースリーブに近かった、ね、がっつり出ちゃう、そういうのも、ちょっと歴代の衣装の、まあ、ポイントというか、そういう部分ではありますね。まあ、このエンブレムも剥がせますし、あとは何だろう、ここもね実は取れるんです、マジックショーみたいなんですけど、でもこれも他 の, あの帽子も多分全部取れるんですね、これは多分強風が吹いた時とか、あとはまあよっぽど強い雨の時とかはあの外したりするんです、基本的にはこうつけて演奏はしてるんですよね、あとなんだろう、なんか私この思い出は多分ねこの演奏前って割と、まあ、しっかりご飯食べるメンバーとかもいるし、このスカートがねちょっと今メンバーふって笑ったメンバーもいるんですけど、食べ過ぎるとあなんかきついかもみたいな時もたまにあるんですよ。もうそんなしょうがないじゃないですか、もりもり食べて頑張って演奏しなきゃいけないので、そういう時にここがこうねうまくマジックテープとかになってたりするとこう調節がすごくしやすくて、もうデザイナーさんありがとうございますみたいな感じちゃんと考えてくださってるみたいなのもありますね、どうですか、なんかその時代を思い起こしますね。でも先生からしたらそのネクタイだし、青入ってるし、なおかつりっちゃんだし、そうそうそう、それは最高に決まってますね。もう本当になんかあの真ん前でかぶりついてた時代を。ではですね、はい、これね今お気に入りって言ってくださったんですけど、実はまあこれ以外にも幻の衣装っていうのがね当時はあったそうなので、ちょっとこちらもご紹介します。じゃじゃん、そう、4パターンもあるんだ。そう、実はこんなにあったんです、うん、ちょっと私これ使ってみたいから使っていいですか。どうぞ。先生っぽくね、この 1,2,3,4 着ありますけど、結構こっちの左2つは割とまあシックというかね、青とかグレー、ちょっと暗めの色の感じ、逆にこっちの右2つはまあ今までのこの歴代のまあよく使われてる色、赤とか黒を基調にしてる元気そうななんか明るい女の子ってイメージなんですけど、皆さん見てこれどうですか、なんかこれがいいなとか、レチェルさんあります？私左から2番目好き、これ、うん、これです、ね、形は一緒だけど色が違う、ね、あ確かにちょっと違いますね、可愛い、ちなみちゃんは私その横、どっち横ですか、赤い方右とか左とかあんま言わないけどちょっとね、理解したかった、右ですね、右ですね、なんかね、これも
ったり、スカートがおそらくこれなんかプリーツっぽい感じで、ね、一つ一つこう若干違う。で、あともう一つポイントはこの帽子、この左から2番目の帽子の部分がこのつばのないタイプっぽいんですよね、うん、もうそういうなんかデザインも入ってたみたいで、フレア君の中ではどれが気になるとかありますか？まあ、左からレイチェルさんと一緒ですけど、うん、やっぱこのネクタイスタイル、でもネクタイ好きなんですけどただ今りっちゃんが着てるのと同じように、はい、うん、シャツは白い方が良かったんじゃないかなと思って、で外が青い方がいい、はいはい、どうです？あ、この外が白いのではなくて 逆、あ、なるほどですね。それならどっちだろうってコート付けがなかったような気するんだけど、うん、ちょっとそれは俺あんま好きじゃない、なんかだんだんちょっとデザイナーっぽいこだわりが出てきましたね。どんどん熱くなってきましたね。まあね、てな感じでちょっと私の一押し歴代衣装をご紹介しました。じゃあ先生に戻したいと思います、はい、はい、というわけで私たちのお気に入りの衣装を紹介していきましたけれども、まあ、いろんなどの衣装もね、いろんなこだわりとかアイディアが、散りばめられているものとなっておりますなんですけれども、なんとですね、今回古谷くんが、うん、次の衣装になるのかどうか分かりませんけれども、うんうん、古谷くん、これがいいんじゃないかという衣装をデザインしてきてくれました。そんなこともできるんですか？いや、できないよ。やれって言われたから。でもね、こう今までこうストーカーで、ね、こう見てきた分のこのね、知識がもしかしたらここに散りばめられている。この日のためにしてくれたのかもしれない。そうか、全てはこの日のために。というわけで、じゃあ、はい、ここからはモフリア君がここに立っていただいて、はい、プレゼンをしていただきたいと思います。楽しみ。ね、ある意味期待できました。そうですか。はい、まあ、とりあえずあの2パターンをちょっと、はい、今までとは違うような色合いも考えつつ、はい、で僕あの乃木坂がちょっと好きで、おインフルエンサーとかも、はい、あの早い踊りを練習して。はい、絶対いるんですか？すごいすごいすごい。ちょっとこんな。デザインがね、全然入ってこない。ツッコミどころありすぎてどうしよう。怖いですよね。白目ないんですよ、まず。ちょっとあるんだけど。ちなみになんかその顔は誰をイメージしてとかあるんですか？いや、特にないんですけど。これりっちゃんじゃない？赤いやる、それが。違いちゃう。いや、思ったが私も。なんか髪型でしょ？似てるかなって思ったけど。まあ、ちょっとセーラーっぽい感じで。私もなかなか下手なんですけど、ね、だから美術2ですから。スカートは赤ってことですよね。はい、スカート赤にしました。その下はこれパンツ、もしパンツ履いてるんですか？これ足です。足ですか？ええ、生足ってことですか？よくわかんないです。これ多分見てる方の想像に。そう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 、生足かどうかはあのパンツでもいいし。なるほど、はい、袖的には多分長袖だから、はいはい、秋冬ですか？秋冬っぽい感じ、ま、どっちでもいいです。見方によっては早袖にあとはあのもう一個考えました。はい、まあ、今馬娘が流行ってますから、はい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 、ちょっとダイワスカーレットを意識してあの書いてみましたけど、どうでしょう？どうした？そういうポーズですよね。確かに。しかもポージングもないわけです。すごいんだけど。うわー。もう涙です。え、この鉢巻きは何ですか？いや、なんか知ってんだよね。鉢巻きじゃないけど、なんか。あー。かぶってやる。はい。さっきのうまいですね。まあ順番を経てね、やっぱうまい方を後に取っておこう。うまだけにうまい方ね。いかがでしょう。で一応そのワンタッチできるところも全部つけて。
外せるところもつけてみました。これ後で付け足したのがよく分かっちゃう感じですけど。ポージングがね。もうさっきより私こっちの方がいいです。いい？うん、どうです？私はこっちの方が。ですよね。はい、ですよね。後にね、残してたやつだから自信満々ですよね。はい、それいや、まあそうですね。ね、はい。本当だな。こんなんでどうでしょう。ありがとうございます。素晴らしい。絵描くなんて、ね、めったにないからもう本当に恥ずかしかったですよ。先生の絵心が、いや本当にね、ね、うんうんうん、先生じゃないですか、あ、フレア君の、フレア君の心のこもった一生懸命描いてくださった、ね、気持ちが伝わります。いや、これは絶対取り入れられないね。でもね、思い出しちゃいそう。まあよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。バンバンチャンネル、はい、そろそろ終わりの時間が迫ってまいりました。 TTF 歴代衣装を見ていただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。もうこれちゃんと出しておきたい。ちょっと写真撮って帰ろう、これ、うんうん、なんかさ、これをさ、写真で待ち受けにしたらさ、なんかレース勝つみたいなさ、なんかジンクス欲しいよね。確かに、フレアさんならありえるよね。フレアさんパワーをもらってレースに勝とうみたいな。はい、せっかくなのでこのまま出して終わりたいと思います。はい、いいですね。はい、じゃあツイッターキャンペーンの方お願いします。はい、お待ちかねのね、ツイッターキャンペーンでございます。本日のキーワードを発表したいと思います。じゃありっちゃんお願いします。はい、本日のキーワードはこちらです。じゃじゃん、数字の1です。はい、まだ分かんないね、これ。そうですね。昨日、おとといのキーワードはアーカイブの方にありますので、ぜひ皆さんそちら見てメモっておいてください。というわけで、本日もご覧いただきありがとうございました。明日もぜひまた見てください。私たちへのコメントやリクエストも募集しております。ハッシュタグ TTF トントンチャンネルをつけてツイッターにどしどしコメントつぶやいてください。はい、ではこの後の私たちのファンファーレもぜひお聞きください。バイバーイ。